みなさんこんにちは国際薬膳講師の十名こと久美です今日の薬膳ラジオは体を五つの機能に分けた肝・心・肥・肺・肺 人のうちの一つ、肝についてお話ししたいと思います。肝は肝臓の肝と書きますが、現代学の肝臓の機能だけではなく様々な機能を司さっていて、体全体の動きを俯瞰しながら判断し、指揮をとるその働きから将軍にも例えられているんです。中医学でいう肝には、主に気、 血、心液の巡りをコントロールする働きがあります。肝という像は自由に伸び伸び上に上がっていくようなイメージを持っています。ストレスなどで肝のその伸びやかさが失われると気や血の巡りが悪くなったり、また心液の流れが悪くなって痰が生じたりと様々な不調が現れるんです。また肝は情緒を司っていて、 肝が正常に働いてこそ精神が安定し気がスムーズに流れ晴れ晴れとした気分で過ごすことができると考えられています。前回の七条の回でもお話ししましたがストレスやイライラで気の巡りが阻害されると肝の機能が低下してしまいますしまたその逆で肝の機能が低下することによって気の巡りが阻害されうつっぽい症状として現れたり 夢をたくさん見たり、怒りやすくなったり、感触やヒステリーのような状態になったりもするんです。中医学を学んでから、周りで怒りっぽい人や、いつもイライラしている人を見かけたら、もちろんこちらも嫌な気持ちになる部分もあるんですが、その人が肝に大きな不調を抱えてるんじゃないかなと心配になることの方が多くなりました。肝の不調は、気、 血、心液の巡りに大きく関わるため、他の像にも大きな影響を及ぼします。特に食べ物を消化し栄養を吸収する非の働きへの影響は強く、肝と非の協力関係が崩れ、めまいやふらつき、倦怠感、膨慢感、下痢や便秘、げっぷや吐き気などの症状も引き起こします。いつもイライラしている人は、 おそらく栄養の消化吸収も悪くなり、必要なところに必要な物質が届けられていない状態になっているかもしれません。それでさらに体調が悪く、眠れずイライラとしてしまうという負のスパイラルに入ってしまうんですよね。神経性胃腸炎や過敏性腸症候群などになる方もいますし、また、うつなどの精神的な不調を抱えている方も、職場や学校、 家庭などのストレスがスタートの方もいれば、体の不調がスタートでそうなっている場合もあります。他にも、肝は血を蓄える働きがあり、体全体の血液の分配を司っています。血を補う食事ができていなかったり、睡眠不足や目の使いすぎなどの問題で、肝の血が不足する肝結虚と呼ばれる状態になると、 痺れが起こりやすくなったり、月経の際の経血の量の異常につながったり、また高血圧になったり、血と密接な関係にある髪の毛が抜けやすくなったり、白髪が進んだりという症状が現れます。そして肝は体の筋も司さどっていて、肝の血が不足すると手足が震えたり、目の周りがピクピクするなど、 体の筋が引きつりやすくなったり、痺れが起こったり。また、肝の状態は爪にも出やすいので、肝欠が不足すると爪の色が悪くなったり、割れやすくなります。そして、肝といえばこれというのが目との関係性。目は使えば使うほど肝の欠を消耗しますし、また興奮して精神が不安定な場合も目が充血したり、 目の輝きが異常になったり、イライラすると目が乾きやすくなったりします。目を見れば肝の異常がわかると言っても過言ではないほど、肝と目は密接に関係しているんですね。続いて代表的な肝の不調についてそのうちのいくつかを詳しくご紹介します。まずは肝気鬱血。こちらは強いストレスを継続して受けることによって、 肝の気や血をめぐらす働きが阻害され、期待やけ血が起こります。そして、イライラ感や気分の落ち込み、過度な緊張、膨慢感、胸が苦しくなったり、何もないのに喉が詰まったような感じがする。またヒステリー、激しい生理痛といった症状が現れます。そしてその寒気鬱血が慢性化すると、次に、 感化腸炎と呼ばれる状態に移行します。こちらは強いイライラ、暴力的とも言える激しい怒り、それに伴う激しい頭痛やめまい、目の充血、耳鳴りや難聴などの耳のトラブルや不眠症なども現れるんです。これが進むと、肝だけではなく、心や肺にも影響が及んでしまい、 真の症状として、じっとしていられなくなったり、動機が起こったり、また肺の症状としては、黄色っぽい濃い痰が出たり、激しい咳込みなどの呼吸器の障害が起こったりします。よくドラマや映画に出てくる、すごく怒りっぽいおじさんのイメージがこれですね。ついカットして、記者に反論して出現してしまう政治家の先生なんかも、 まさにこれなんじゃないかなと思います。そんな人には、肝をケアする食事を毎日作ってあげたいところですね。続いて、肝隠居と呼ばれる症状。こちらは、最初の方でお話しした肝の血が不足する肝結居の症状に加えて、肝の心液も不足してしまう症状です。そのため、クールダウンさせる力が弱まって、 手足のホテリアのぼせ、寝汗、口の乾きやドライアイなどの症状が、肝血不足の症状にプラスされて現れてきます。肝の潤い不足は、腎の潤い不足と一緒に起こることが多くて、それを肝腎隠居と呼びますが、こちらになると、さらに足腰の重だるさやふらつき、記憶力の低下など、いわゆる老化、 と呼ばれるような症状も伴ってきます。そして、肝の気結の通り道である経絡に、以前六者の会でもお話しした寒い邪気、患者が侵入して起こるのが肝体肝脈です。肝の経絡というのは、主にふくらはぎや素鏡部、脇腹のあたりを通っていて、特に下半身を冷やしやすい環境に慢性的にいる方にとって起こりやすい症状なんです。 脇腹から下腹部、鼠径部、正器に強い冷えや痛みを感じる方で、温めると症状が良くなるという方は、こちらの肝体感脈を疑ってもいいかもしれません。思い返してみると、若い頃に一年中ミニスカートよく履いてたなという方や、あとは住宅環境などの事情で常に寒さを感じる環境で暮らしているという方、心当たりがあるかもしれませんね。 さて、ここまで5増の肝の働きやその不調についていろいろとお話ししてきましたが、皆さんいかがだったでしょうか一生ストレスと無縁という方はなかなかいないと思うので、ストレスに影響を受けやすい肝の不調は世界中、誰にでも、いつでも起こり得るもんだと思います。軽度、重度にかかわらず、 精神の病を何かしら抱えているという方も多いと思いますが、精神と肉体は切り離せないもの、どちらの病気が特別ということはありません。体調を崩したり、病気になること自体は何も悪いことではないので、なった時にそこから前向きに治療していく気持ちと、その治療に応えてくれる素直な体づくりを、 薬膳などの食用生を通じて作っていくことが大切だと思います。私の YouTube チャンネル10名の薬膳チャンネルではその季節ごとの養生にぴったりのレシピをご紹介していますのでそちらもぜひご覧になってみてくださいね。それではまた次回もこちらのラジオで皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。10名の薬膳ラジオでした。